皆さんこんにちは、あやたんです。こんにちは、ケイティです。いやー、盛りだくさんだった8月が終わっちゃいましたよ。そうですね、終わっちゃいましたね。寂しい寂しいっす。寂しい。いやでも八内の夏はまだまだからも続くんです。お、本当に、はい、本当に、あのアニメ化に向けて。あ、そうなんですよ、どん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 盛り上げてきますんで。そうなんですよ。なのでもうこれからもね、八内はどんどん盛り上がるということで、はい、今日はここから先のね、そうですね、お話を、はい、お送りしたいと思います。さて、まず最初は何になりますか。はい、じゃあここで一つクイズがあります。お、じゃじゃん、じゃじゃん。今回の、うん、8テレの公開日はピボン、はい、9月3日ですが、あー、これなんか懐かしいですね。懐かしいよ、僕やられた記憶があります。はい、ですが、ですが、今日9月3日は何の日でしょうか。あ、これはね、分かるよ。あ、私神宮寺ちゃんの誕生日ですよ。おー、素晴らしい、さすがです。イエーイ、はい、ちなみに、はい、9月3日は、うん、ホームラン記念日という。あ、そうなんだ、へー、はい。でこれはあの世界の王さんが、世界記録更新となる756本目のホームランを打った人。へえ、もう一本足打法ですね。そうですね、デレストにもありますが、はい、なるほど、勉強になります。そうなんですよ、そんな野球の神様に愛される日に誕生した神宮寺さんのスカウトが復刻しちゃいます、はいはい、やったー、お迎えできなかったんだよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ここで私もぜひお迎えしたい。あれですか、あの姉妹校とかで神宮寺さん送られてくるとちょっと。あ、そう、みんなさ、いいなと思ってたんですよ。あれありますよね。そうなんです、私も今回はお迎えしたいと思っております。で、さらに、3月の九春祭でお送りした春大会編の、あのイベントを復刻しようかなと思ってます。やったー、はい、こちらも嬉しいですが、そうなんですよ、長い編から始まって、うんうん、で、競合ヒイラギ、はいはいはい、のところまであの一連のすごいイベント復刻しようかな。復刻、すごい、はい、ちなみに、この間まであった発火祭、はいはい、よりも、あれですよね、先の話なんですよね。そうなんですよ、そうなんですよ、春の方が。そうなんですよ、高坂ちゃんたちに、負けて、負けちゃった。で、その後、有原たちがどのように成長を遂げて、はいはい、九春祭の中で大会というものを、挑んでいったみたいなところを、うんうん、あのストーリーとしてお届けするので、うん、あの以前見れなかった方とかも、はいはいはい、本編にすごい大事なので、うん、あのぜひ見ていただけたらと思います。うん、はい、ぜひぜひ皆さん楽しみにお待ちください。続いては先日のハチ様で発表しましたパリーグ6球団コラボについてお話ししたいと思います。ということで、もう大きいコラボがまたついに来ましたね。そうですね、ついに。いや、もうむしろお待たせしましたって感じなんですけども、うんうんうん、まあ我々野球をこう題材にしているの で、 そうですね、まあ、ぜひともあの実現させたいなとか思ってたんですけど、はい、はい。ではキービジュアルで登場しているシチュエーションシーンを一人ずつ見ていきましょう。まずはこの子です。じゃじゃん。いやー、翼ちゃんですよ。かわいい、かわいい、ファイターズですね。抜群にかわいい、はい、これはどんなシーンですかね。始球式かな。そうですね、うんうんうん、まあちょっととある理由があって始球式に、うんうん、なんていうんですか、参加できることも、お、ラッキー、はい、感じてございます。でも嬉しそうなね、表情も。そうですね、もうすごい、本当にかわいい、はい、でも有原が投げたらみんなびっくりするんですよね。確かにね、うまみたいな、話題になるよね。はい、ということで有原ちゃん、ファイターズでした。続いてはこちらです。じゃじゃん、鈴若ですね。かわいい、かわいい、しんなちゃんもね。そうですね、いつもとちょっと違う感じ、うん、ね、髪型ね、かわいい。そうですね、もうなんか明らか気合入っちゃってますね。そうですね、カンフーバットな感じがちょっと、ね、気合入り方が、楽しみが伝わってきちゃうね。そう、ワクワクって感じ。はい、二人してすごいかわいいんですが、はい、鈴若ちゃんが楽天イーグルスでした。続いてはこちらです。じゃじゃーん、しののめちゃんですね。隣に野崎ちゃんも映ってますが、いいっすね、はい、いいね、なんかもうなんかこう、いいシーンだったんだろうね。そうっすね、てかこの二人っていうのも実は結構珍しいかもしれないですね。あ、そうそう、そうなんですよ、あんまりツーショット見ない感じが、ね、あと僕個人的に好きなのが、あのしののめのキャップのかぶり方、うん、はいはいはい、なんかちょっとおしゃれかな、ボーイッシュなね、ちょっと感じが出てますけれども、はい、レオン君が喜ぶかもしれないですね。喜ぶ、これはもう気合入っちゃうでしょ、レオン君。はい、ということでしののめちゃんライオンズでした。続いてはこちらです。じゃじゃん、直江ちゃんですね。おー、気合入ってますね。いやね、いつも結構こう引っ込み思案系なのに、うん、すごい気合入ったお顔してますが、す、ね、隣のね、中野ちゃんもあんな眼鏡あるんですよ ね、これすごいね。これはまたほら、うちの山口 P が、はい、喜んじゃう感じに、推しですからね、なっちゃいますけれども、こちらもいつもと違う表情の直江ちゃん、マリーンズでした。
続いてはこちらです。じゃん、浅田ちゃんですね。いつものつくもちゃんと一緒ですが、つくもの表情もいいですね。いいですね、なんかすごい楽しんでる感じが。そうですね、カジュアルな感じですね。カジュアルだね、出てますね、なんかいいね、みんなこうおしなべて楽しそう。そうですね、確かに、こっちも楽しくなる感じですが、浅田ちゃんがバファローズですね。はい、最後はこちらです。じゃじゃん、いわきちゃんですね。いやもう応援する気満々。すごいですね。もうめちゃくちゃなんかね、刺しまくってこれあれだよね、持ち物検査引っかかりそうな。いやもうアウトっぽいっすよね。ねえ、でもね、野球といえば、ね、応援がすごいですから、そうですね、いわきちゃんの出番でございます。ということで、いわきちゃんはホークスでした。ということで、ここまでシチュエーションシーン見てきましたけれども、間もなくね、パリーグ6球団コラボに絡んだいろんなイベントとか始まっていきますので、もう少しだけお待ちください。様々見てきましたが、はい、いや8月は終わってしまいましたけれども、まだまだ盛り上がりますね。そうですね、もうアニメもありますし、はい、パリーグ6球団コラボもありますし。そうなんですよ、はい、ということで8テレでも随時、内容はお知らせしていきたいなと思ってますので、引き続き楽しみにしていてください。8テレでは、動画やゲームに関する要望など引き続きメッセージを受け付けております。お問い合わせのご意見ご要望まで、受け付けているので気軽に送ってください。はい、チャンネル登録もお忘れなく。ということで、また次回お会いしましょう。バイバーイ